愛してるぞとのお声がありました。嬉しいね。よし、アルミアも言うか。ナルミアもみんなのこと愛してるよ。ありがとう。大好き。はい、もういいよ。恥ずかしいわ。なんやねん。自演じゃないです。本当に送られてきてるから、メール届いたから。ガチ送られてきてます。な。恥ずかしいわ。金抜きさん、お願いします。お願いしてる。もう恥ずかしいから。こういうの恥ずかしいんだよな。だってさ、ファンボックスにシチューブをあげたんですよ、この前。ガチで恥ずかしくてさ、あれ。てかなんか、さ、モノマネって言われてさ、みんな何するのじゃ。逆にみんなモノマネって言ったら何するの？モノマネといえば、皆さん何ですか？あ、エルもできるよ。エルもできるよ。エルもいけるわ。いくよ。これやるの？うん。うん。うん。え、待って、失敗した。ちょ、待って、ちょ、待って。いきますよ、もう一回、もう一回。うん。うん。ちょっと、もう一回、ワンモアタイム。ワンモアチャンス、プリーズ。できないではないか。じゃあ、できる、できる。うん。ちょ、待ってて。ちょ、コインのチューニングが必要なんだって。わかるか？ちょ、待ってて。うん。じゃあ行きましょう。うん、うん。エルモだよ。明日はもっといい日になるよね。なんかダメじゃないこれ。なんかもっとさ、なんかダメだな。エルモだよ、うまかったけど。ちょ、待って。ちょ、もう一回エルモだけ、エルモだけさせて。だから、ちょ、待って。イマジネーションがなんちゃだったでしょ？ちょ、待って。ちょっと待ってくれ。平気じゃないんだよな。作品が違えんだ。ちょ、待って、難しいんだって。ちょ、みんなやってみじゃ。じゃ、みんなやってみって。一回やってみ？エルモを想像してやってみ？こうなるから。なんか、ほら。エルモだよ。エルモだよ。エルモだよ。イマジネーションが。なんだ、なんだ。イマジネーションが何なんだ。イマジネーションが何なんだ。ちょっと待って。視聴者数減ったじゃん。視聴者数減っただよ、エルモのせいで。エルモのせいって言うと怒られるわ。もういいよ。もういいよ。